はい、どうもです。皆さんお待たせしました。8月19日に過労で気絶してしまい撮影ができないこと1ヶ月半、ついに撮影ができるようになりましたということで、今日はなんとバショウカジキ26キロを仕入れております。まさこ、しょっぱなこれはデカすぎやって。何してくれてるよ。頑張ってください。どうせやな。で、この休止は結局何だったのかって言いますと、気絶して、その気絶したタイミングで受け身を取らずに倒れたせいで、背骨がね、4本圧迫骨折っていう状態になっちゃって、で、それがね、全治3ヶ月ぐらい、あと1ヶ月半で治るらしい。その気絶したタイミングで結構息が止まったらしくて、脳にそれなりにダメージがあったみたいで、そのダメージが治るのが、まあ、早ければ3ヶ月、長かったら2年ぐらいかかるねって言われてます。ということでね、 YouTube 活動全然続けていけますんで、皆さんご心配なさらずと言ったところで、早速観察していきましょうか。はい、こちらがバショウカジキの頭ですね。カジキはですね、このフンって呼ばれるね、長い角を持ってるんですけども、これを小魚に当ててそれを食べると言われております。で、バショウカジキといえばなんですけども、最も泳ぐのが速い魚と言われております。まあ、一時期は時速100キロで泳ぐとかとんでもないこと言われてたんですけど、時速100キロで泳ぐ魚なんて存在しません。あれデマです。そしてですね、バショウカジキの名前の由来、背びれなんですね。この背びれがバショウっていう植物の葉っぱに似てるから、バショウカジキって言われてるんですけども、で、なんでね、こんなでっかい背びれしてるかと言いますと、海の中ってブレーキ効かすのが結構難しいんですよ。それでこれがね、ブレーキの役割になってるわけですね。陸上だったらパッて立ち止まったらそこでさ、ブレーキが効くじゃん。水中立ち止まってもブイーンってなかなか止まれないのよ。これを広げて止まる。超早く動きたい時はこうやって閉じて、ほらこれビラーンってなってるんだけど、この中に入れるわけよ。早く泳ぐときはこうやって、もうヒレなんて一切なしの状態。全く印象変わるでしょ。これ早く泳いでるバージョンのカジキで、下びれもね、そうなんですよ。こうほら、このブレーキ役になるやつ、止まるときにこれ出してバーッ止まるみたいです。で、これもちろんね、収納可能で、ここにも収納可能なヒレがね、ついてますね。おそらくブレーキの役割でしょう。そしてここ寄生虫ついてますね。これ前もついてたな。皆さん大好き寄生虫です。何でしょうね。で、このカジキなんですけども、水中銃でね、ついてる人がね、何人もいるんですよ。ブルーマーリンとか言ってね、海外の人がついてるんですよ。これいつかつきたくねっていうのが俺のね、夢です。これを人生生きてる間自分でつきたい。で、それを動画でみんなに見せたいね。ということでね、さばいていく前に、本日はなんとですね、ナッシュさんからの案件をいただいております。カジキと一緒にね、食べましょう。こんだけでかいと、さばくのも一苦労やな。2m20ぐらいあるね。まずはですね、普通魚、鱗取りから始まっていくんですけど、カジキはね、鱗がね、特殊なんですよ。ほら、非常にね、取りづらいんですね。ここら辺はね、まだ取りやすいんですけど、ここら辺とかもやばい。鱗じゃないから、これがバショウカジキの鱗ですね。なんでね、取れないんですよ、鱗が。はい、そしたら鱗が取れないことが分かったところで、頭を落としていきましょう。硬っ。で、カジキはね、これ意味分からんぐらい硬いんですよ、ここが。そう、背びれから断ち切る。でも硬いな。よし、消えた。これひっくり返すの頑張るわ。どりゃー。よし、そしたら切っていきましょう。よいしょ。もう巨大魚にはパワープレイですよ。よいしょ。これなんで今苦戦してるかと言いますと、カジキって魚の中でもトップクラスに骨が硬いんですよ。だからもうめちゃめちゃ力がいるわけ。はい、そしたらお腹を開いていきましょう。カジキの肛門はここですね。こっからお腹があります。でもね、確かね、ここにもね、まだ空洞があった気がするんですよ。ちょっと俺の記憶違いだったらごめんだけど、勝手な、やっぱカジキ。ほら見て、ここは肛門なんだけど、ほら、ここの下、謎の空洞があるんですよ。他の魚ではね、見たことないんですけど、この内臓ではないのに空洞があるんですよ。謎の空洞。こっから下とこっから上でね、体構造が違うんで、これはね、すごいさばきづらい要因なんですね。はい、それでは内臓を見ていきましょう。ほとんど内臓ないですね。うわー、すごいな。これ肝臓と胆のうと脾臓、この黒いのは脾臓なんですけど、完全に一体化してますね。他にも何かの部位が一体化してるのかも。なんだこれ、ちょっと切ってみよう。うわー、なんだこれ、う
うわすごいなこれ、肝臓か、なんかタンみたいじゃないこれね。なんか今めちゃめちゃ食いたいなって葛藤してるんですけど、なんか今体張るとすごくファンの方に怒られるんで、ちょっとやめとこうか。雅子が食べるか。やめときます。やめときますか。はい、それではお腹の中をきれいにしていきましょう。お、これ結構期待できるぞ。これ内臓脂肪でしょ一応。はい、全く内臓脂肪乗ってないって状態ではないぞ。少しだけ内臓脂肪乗ってます。そして膜がすごいよねこのカジキって。ブクブクしてる膜ね。これを潰して血合いにようやくたどり着くと。はい、それではお腹が綺麗になりましたんで、ちょっとこれさすがにデカすぎるんで半分に分けましょうか。こことここに分けます。よいしょ。包丁が入らない。よいしょ。このようにここまで硬いものがあるか。ハサミ、ハサミ使います。背骨を、硬いし背骨がでかい。そしてこれまた背びれとくっついてんだよ。こっからよし。重った。18キロぐらいあるぞこれ。断面ちょっと見てみよう。あ、こういうことか。この骨がマジで硬かった。これね、包丁じゃ両断できないですね。身が案外白いですね。2、3年前に15、6キロのバショウカジキ食べた時はこれ身が赤くて、味はね本マグロに近いような、すごいね美味しかったんですけど、その時とは全く違う種類と言っていいぐらい白いぞ。なんでやろうな。もしかしたら釣る時に血が回ってただけなのかもしれない。そのバショウカジキが、これは血が回ってないだけなのかもしれない。どっちでしょう。でも結構ね脂も乗ってて美味しそうです。引き続きねさばいていきましょうか。はい、それでは上身だけになりましたと。ちょっとこれ上身だけでもマジでめっちゃでかい。なんか10キロぐらいありますね。じゃあこっから3枚おろしにしていくんですけど、バショウカジキはね包丁こっから入れるとね変な感じになっちゃうんで、ちょっと上から入れます。こっからですね。で、バショウカジキね、骨が硬いんで、思いっきり入れても骨の下に行くっていうことはないでしょう。ちなみにカジキマグロっていう名前は有名なんですけども、カジキって言ってもね知らない人がいるし、カジキってそんな美味しいイメージないじゃないですか。だからカジキマグロって言ってマグロなのかなって思わせて売ってるんですけど、全然マグロではないです。あれはもうよくある戦略ですね。うわめっちゃ割れる。いや結構ねいい密室してますね。油は背中側の方はそんなに乗ってないんですけども、これ腹側の方結構白くてね油乗ってますね。はい、じゃあ反対側いきましょう。よいしょ。これはこっち側からいきましょうかね。うん、骨が硬い。カジキの背骨はねこうやって結構細いんで、かなりね身がたくさん取れますね。いや、やっぱ2回目ともなるとね、もうさばくのもかなり上達してますね。ハラミが食べたいんでぶつ切りにしちゃいましょう。はい、これで友達にプレゼントしましょう。で、今日使うのはこの部位なんですけども、尻尾の方もね一旦先にさばいちゃいましょうか。ほらこれ尻尾だけでも相当なサイズじゃない。よいしょ。うわぁ。はい、じゃあ尻尾を下ろしていきましょう。これね、ほんと変な形してるからね、包丁入れるところがね、最初分かんなかったんですけど、2回目なんでね、もう大体分かります。反対側。よいしょ。よいしょ。うわ、今、鱗が手に刺さった。はい。バショウカジキって寄生虫がいっぱい入ってますね。これも寄生虫、これも寄生虫。みんなねイメージが悪くなるから報道しないんですけど、大体大型魚とか深海魚寄生虫入ってます。うわ寄生虫だよとかみんな思うかもしれないけど、普通ですこれが。で、寄生虫焼けば食えますから、はい、気にする必要ないです。
それでは反対側いきましょう。ここからはもうノーカットでいきましょうか。あ、失敗した。ちょっとテイスティングしてみようかな。どんな味なのか。今日のコンディションはどうでしょう。これね、食べてみましょう。はい、それではマサルの黒糖醤油を使っていきましょう。これね、好評すぎて売り切れてるんで、多分ね、10月いっぱい買えないはず。11月から販売開始ですね。では、いただきます。あれ？なんか前食べた時、もうなんかコンディションの悪い黒マグロぐらい美味しかったんですけど、そんなにやな、今回のは。でかすぎると水っぽくなる可能性がありますね。ちょっと水っぽいわ。10キロぐらいのは今まで何本か食べてかなり美味しかったんですけど、まあ美味しいは美味しいんだけど、水抜きした方がいいかもね。ピチッとシートとかで水抜きした方が美味しいかも。皆さん、25キロオーバーのバショウカジキ釣れた時ね、水っぽい可能性があるんでね、水抜きしましょうね。で、バショウカジキはですね、今までね、刺身とかばっかり食べてきたんですけど、結構いろんな料理にした。もうムニエルでも美味しいし、唐揚げにしても美味しいらしくて、ほんまは今ね、いろんな料理したいところなんですけど、ちょっと皆さんごめんなさい。もう今ね、まだ万全じゃないんすわ。ということで、今日はね、刺身だけでね、許してください。刺身を頑張って切ります。あとはね、カジキ配るとね、みんなめっちゃ喜ぶんでね、島の人に配ります。よし、一人分にどんどんカットしていこう。これがね、売れればいいんだけどね。こんな汚い家で作ったものはね、売れないんですよ。食中毒が出る可能性ありますから。こっちから切るとこみんな気持ちいいかな。切れ目が見えて、これ鱗がね、鋭利なんですよ。包丁が負けてるぞ。 OK、 綺麗になりました。はい、そしたらこれ真ん中で切っていきましょう。やっぱ硬いな。綺麗に切らないとね、バショウカジキの鱗がね、身に刺さって後々口に刺さってくるんですよ。見てここ、めっちゃ脂乗ってるんよ。腹が美味しい説ある。わ、でもこれ腹引くのむず。見たことないミスしてる。美味しいんかこれ。買った、変な骨入ってる。うわー、むずいな。ここで切ろう。ここがいわゆる中トロって感じですね。なんとか大トロをね、綺麗に取りたい。バショウカジキの大トロですよ。あんまり脂乗ってない。中トロの方が美味しそうだな。こっちも引いてみましょう。これ多分刺身で食うより火入れた方が美味しいですね。刺身で食って美味しいのってやっぱり個体値が高くないと。よいしょ、オッケー。ちょっと筋っぽいね、やっぱでかいから。刺身では食えなそうですね、背中の身は。これ煮付けとかの方が良さそう。じゃあこのハラミを、はい、ディリモゾイドが入ってますね。でもディリモゾイドは焼かなくても食べれます。無害です。はい、それでは刺身完成です。はい、ということでですね、刺身を作り終わったんですけども、ちょっとこれだけだとちょっと寂しいでしょということですね。今日はですね、ナッシュさんからね、たくさんお弁当いただいておりますんでね、その中から一つね、一緒に食べていきましょう。で、今はですね、60種類あるらしいんですけど、6種類送ってもらいました。わぁ、何にしよっかな。ハンバーグと温野菜のデミ、クリームコロッケグラタン、焼き鶏の柚子胡椒、鮭とマッシュポテトアヒージョ、ニンニク、醤油唐揚げ。え、唐揚げなのにさ、脂質21.2g ってさ、めっちゃ抑えてない？さっぱりおろしポン酢カツ。で、まあナッシュってなんぞやっていう話なんですけども、健康的で美味しいがコンセプトのお弁当ですね。もうちょっと早く、この存在を知ってれば俺は倒れなかったかもしれない。もうね、僕ね、健康中なんで PFC バランスとか見るんですけど、こんぐらいの脂質取ってたら俺絶対倒れてなかったよ。低糖質を謳ってる健康食品って大体脂質がえっぐい量含まれてて、いや、低糖質でもこんだけ脂質あったらそれはうまいやろうし、てか太るやんこれって思ってたんですけど、脂質普通ですね。これで美味しかったらすごいですよ。どれにしようかな。脂質一番少ないやつで食べてみようかな。さっぱりおろしポン酢カツいってみましょうか。これ 14g よ。ダイエット中も食えるやん。俺はこれにした。ここ開けてレンジするだけでしょ。久しぶりにレンジ使う。
タート。はい、それでは、オープン。おー、めっちゃ美味しそうじゃん。1個600円ぐらいだから、そんなに入ってないのかなと思ったら、結構ちゃんと種類もある。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずは、芭蕉カジキ、大トロからいただきましょう。待って、大トロめちゃめちゃうまい。待って、うわマジか、カジキの脂うまっ、めっちゃくちゃうまいぞこれ。ちょっとね、でかすぎて筋っぽいんで食感は微妙なんですけど、これうまっ。普通の身を食ってみよう、もう一回。普通の身は普通やな、中の下って感じ。美味しくはない。倒れるまでダイエットしたマサルさんが言うんですけども、脂肪を減らすためにはですね、脂質の量を制限すると結構ね、脂肪だけ減らすことができるんですけども、 14g はねかなり少ない数値です。じゃあナッシュさんもね、いただいてみましょう。うわうまそう。あんまり冷凍の弁当で美味しいと思ったことないんですけど、どうなんでしょう。うわこれね、うまいです。あの、もう実家の味って感じ、しみるわ、うまっ。うん、野菜も美味しいわ、シャキシャキしてる。なんかコンビニ弁当みたいなの想像したんで、すっごいパンチのある味を想像したんですけど、すっごい優しいわ。うん、いいですね。これ早く教えといてよ、体調崩す前に食っときたかったわ。で、野菜もね3つあるんですね。これなんやろ、ポテトっぽい。あ、さつまいもが入ってるんか。なるほどね、甘い。うん、ごちそうさまでした。はい、それではごちそうさまでした。完全にね、食べきりましたよ。いや普通にね、美味しかったですね。なんか野菜とかさ、料理するのめっちゃめんどくさいし、なんか少量で買うのってなかなか難しかったりするんでね、これ結構いいですね。はい、ということで今回ね、ナッシュさんからね案件いただいたんですけども、全国から購入することができますんで、気になる方は概要欄の URL から見てみてください。しばらくね、動画ね飽きましたけども、ようやくね動画ね撮影できるようになってきまして、まあこっからね検査とかもね、いろいろあって一気にバッてまたねすぐ動画出せるようになるってわけではないんですけども、まあとりあえずね、あと2ヶ月ぐらいすれば海潜ったりもねできるようになるのかなといったところでありますんで、皆さんこれからもねよろしくお願いします。で、今回なんと僕の YouTube の概要欄からナッシュのページに飛んでいきますと、なんとですね、最大5000円のクーポンがもらえます。1回目の購入が2000円引きのクーポンで、で2回目は0円で、3回目が3000円引きのクーポンがもらえます。まあ、つまりですね、1回目の購入はですね、なんと1食あたり365円で購入できます。ぜひこの機会にですね、ナッシュの弁当を食べしてみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。